ルイ7世は、フランスカペイ朝第6代国王。ルイ6世と2番目の王妃アデルド・サボアの息子、若王と呼ばれる。サンドニ修道院に育ち、院長、シュジェールの教えを受け、祈りと神への献身を何よりの生きがいとする、物静かな王子であったという。しかし、不王の共同国王の位についていた兄フィリップが1131年に落馬事故で創生したため、変わって、 共同国王に建てられた。1137年に、アキテーヌ女皇アリエノールと結婚し、同年の不王の崩御に伴い単独のフランス王となった。1147年、クレルボーのベルナルドスの勧誘で知られる、第2回十字軍に参加、ダマスカスの攻防戦に失敗し百1 5 2年に帰国する。帰国後、男子に恵まれず、さらに、 アンティオキアコーレーモンの支援をめぐり亀裂が生じたアリエノールと同年3月21日に離婚する。離婚から2ヶ月後、アリエノールはアンジュー博アンリと再婚した。このため、ルイ7世はアキテーヌ領を失い、長らくヘンリー2世と争った。その後もイングランド王と西フランスの支配をめぐって紛争を重ね、この大陸のアンジュー家領は 後の英仏間の百年戦争の原因となった。また、ルイ7世は、ヘンリー2世の迫害を受けた、カンタベリー大司教、トマス・ベケットを保護した。フランス王国最初の王令を発布し、王室の終始事業の発端が始められるのも、彼の知性であった。ルイ7世には、武人としても政治家としても非凡なところは何もなかった。そのような君主の下での王権の増大は、 ますます特徴的であるというのは、歴史家、ピレンヌの評価である。後継ぎとなる男子のない王は、1154年に、カスティーリア王アルフォンソ7世の娘コンスタンスと、結婚し二以を設けたが、1160年に死別した。すると王は、同年のうちに、シャンパーニュハクティボー2世の娘アデルと三度目の、結婚をした。その際、最初のヒアリエノルの間にけたマリーと、 アリックスの娘二人をアデルの兄二人と婚約させ、1164年に嫁がせている。1165年、アデルとの間に待望の男子フィリップが誕生した。フィリップは1179年11月1日に退官した。1180年9月18日瑠七世は放御した。放御後、三本の修道院に埋葬されたが、遺憾は、 王政復古期の1817年、サンドニに移された。かつての妻であったアリエノールは、王と結婚したと思っていたら修道士だったと述べており、また、一人息子のフィリップ2世が病気になった時、ヘンリー2世と戦争中だったにもかかわらず、聖トマスの祠らに病気治療を祈願するため、フランス王で初めてイングランドを訪れている。ありがとうございます。